今日は大和ぶりの冷凍の、これ冷凍ですね、冷凍の兜、そして釜付き兜ですね。裏から見るとこういう風になってます。釜がついてて兜ですね。この料理の仕方と、これは弊社の売れ筋ナンバーワンの大和ぶりの切り身ですね、冷凍です、同じこれの美味しい食べ方というか、僕の食べ方をお教えしたいと思います。まずは流水で解凍をかけてください。このまま浸水してますので流水で溶かしても大丈夫です。ある程度鮮度を落としたくないので、水がもったいないですけど流水で溶かした方が早いかと思います。これが15分ぐらいあれから経ちました。目のこのマナコの白いところが少なくなってきたらもうそろそろかなっていうような感じですね。ルイベ状態になってると思います。ブロック自体もまずはもうちょっと溶かしたいところなんですけど、これ流水ではなくても冷蔵庫、冷凍庫から出して冷蔵庫に一晩寝かせて解凍っていうのもいいと思います。せっかちな僕はそのまま流水でしますけど、まずはこのブロックを使ってのお料理でちょっと漬けを作りたいと思います。他の2つはお刺身に引きます。はい、これを真空バッグから取り出してもらって、キッチンペーパーで一個出てますんで、うちの場合の真空パックにすると、ね、魚全然締まってない状態から真空なんで、今ようやくですね締まりが始まったところです。だからちょっとドリップが出ますんで、ちょっとだけ振っておいてください。まず先に調味料ですね。ニンニクは僕は結構こんな感じでスライスに切ります。これする方法もありますけど、僕は薄くスライスにします。そして醤油ですね。醤油、これももうザクッと好みで薄くしてます。これに醤油を使ってますので、うちの醤油は少しだけ甘みが立ってます。少しだけみりんが、この気持ちですね。はい、それであとはもうお好みの大きさに合わせてカットですね。ちょっと厚めに切りましょうかね、漬けなんで。これ包丁はそこそこの包丁なんですけど、別に全然100均で使っている包丁、この包丁でも全然ルイベ状態ですね。こんなしてちょっと凍ってる状態で切っていただくと、どんなに切れない包丁でもサクサクこんなして切ることができます。
も料理人さんじゃないんで切り方結構雑ですけど、はい、この状態で漬け醤油に漬け込んでいきます。軽く混ぜていただいて、これでちょっと30分から1時間寝かせます。はい、この辺には漬けを燃えたいんで、ちょっと余分に引いておきます。こんな感じですね。これにお好みがって感じに、ちょっと細いのも良いかと思います。はい、火を刺しですね。お刺身もさっきと同様、ここは背中の身ですね。これを大虫で同様真空から取り出していただいて、また行って火を入れるからで余分な鶏肉と水分を入れてください。こんな感じでもう身がプルンプルンした状態です。冷凍物とは思えないような弾ける食感が、これはこれでまたフレッシュと違って、フレッシュの真空パックもあるんですけど、それとは違った、またさらにこう冷凍することによって鮮度が保ってます。こういう状態でひねって鮮度がまだ、これ今まだまさにいってる状態ですね。こういう感じで鮮度が保っててるんで、美味しく召し上がれます。召し上がれると思います。そうですね、漁師が作る刺身ということで料理人さんみたいにはいきませんけど、まあこのまんま、これルイベ状態も美味しいんで、ルイベ状態でも食べていただいたらいいかなと思います。ですね、こういう、そしてこういう角の部分はまた漬けに、こういう感じで、あとは、腹骨の部分ですね。ハラスもこのまま、ハラスはちょっと僕は薄めに、本来この大トロの部位とか別個にするんですけど、僕はそのままちょっと大きいなっていうぐらいの方が美味しいと思うんで、こんな感じで大トロをつけたまま切ります。この場合はですね、包丁でやって景品なんですけど、こんな感じで包丁でカット、こんな感じですね。これでちょっと時間は早くなるんですけど、漬けが出来上がったっていう風な想定で、これ後でもこうだんだん吸ってきますんで、このままもう置いちゃってもいいかなって思ってます。ね、これを
これはこれでもうニンニクのパンチがものすごく効いた効いてますから、もう一回試してみる価値はあると思います。美味しいと思います。ね、すっごい匂いがいいよね。はい、はい、まずは大和栗のお刺身と漬けの完成です。はい、でずっと今お刺身を切る間に溶かしてた栗の兜とあれも釜もきれいに溶けてきました。はい、これはきれいに溶かしておいた方が兜の場合は後々調理するときに火が通りがいいんで、これはルイベじゃなくきれいに溶かしてください。目がこんなしてこう透明感が出てくるのが、これがもう溶けた証ですね。でこれも真空からまずは出します。真空から出した後に魚の体表にこうぬめりが発生してます。このぬめりをご家庭にあるタワシや金沢地等で、ここがちょっと生臭さを感じるところなんで、まあ、僕の場合はこんなして金沢市で綺麗に一度洗ってください。こんな感じですね。2枚とも同じように金沢市で綺麗に流水で洗い流してください。あとこれ煮物、焼き物にしますけど、煮物にする場合はお湯をかける人もいますけど、僕の場合こう焼き物、煮物は油をあまり捨てたくないんで、こんなして魚の匂いを取った後に そのまんま煮たり焼いたりします。まず今日は半身は焼きで、半身は煮物でやりたいと思います。まずは焼き物用の釜ですね。釜とこの身の方にちょっと塩をたくさん僕の場合は打ちます。焼いた場合に結構塩は落ちますんで、こういう状態で塩を送っても大丈夫かと思います。で、残り半身は煮物用ですね。であちらの調理台の方で行いたいと思います。はい、まずは兜にですね、ブリって言ったブリ大根で、本当は大根が合うんですけど、まずはここに漁師、漁師の作り方なんで、ザクッとで勘弁していただきたいなと思います。次に醤油ですね。醤油、煮汁を作っていきます。ちょっともうちょっと濃いかな。そうしてみりん、僕はちょっと本みりんにちょっとこだわってます。お砂糖は入れずに本みりんのみで仕上げます。そこで生姜を入れたいところなんですが、本日ちょうど生姜がなく、こういうものがあります。生姜のおろし生姜ですね。これを少々入れさせていただきます。生姜は結構たっぷりの方が体にいいです。ご家庭のフライパンと全く一緒のフライパンなんで、
皆さん同じようにできるかと思います。これ火力が戻ってくるまでちょっと待ちます。で火を少し中火に落とします。中火に落として、まあこれでアルミホイル等で焼く方もいますし、落とし蓋っていうやり方もいいですね。ここでちょっとアルミホイルを乗せ、どうですかね、10分ぐらい、10分から15分コトコト煮たいと思います。その次に先ほどのぶりのかぶと焼きですね、グリルで焼きたいと思います。グリルにまずは乗っけて、ちょっと僕流なんですけど、最初は強火で、あとは弱火で焼きたいと思います。お煮付けも同じような感じですね。こんな感じで、少し落としてきました。こんな感じで蒸すような感じで、アルミホイルをかけていきます。15分ぐらいコトコト焼きました。で、これでもう蒸し上がってますので、醤油をこれからかけていきます。で最初からアルミホイルせず、こんなふうにかけていくっていうのも方法ですね。ゆっくりコトコト煮込んで、煮汁を吸い込ませてください。完成ですね。煮付けの方、焼き魚の方は中火でゆっくり焼き上げた方が油が濃いんで、こんな感じで上手に焼けるかと思います。こんなしてエラ豚とか釜にこう焦げが入った時点で、だいたい焼き上がりですね。中火で焼いていた場合、はい、完成です。それでは完成しました。大和ぶりの兜と釜の煮付けですね。大和ぶりのやはり兜と釜の塩焼きです。そして冷凍大和ぶりの切り身から作ったお刺身と漬けです。はい、それでは恒例の一杯いきますか。はい、乾杯。はい、まずはお刺身からどうぞ。はい、いただきます。すごく美味しそうです。うん、どう？ルイベ状態でもう全然美味しくない？うん、美味しいです、うん、すごいシャキシャキしてます。うん、煮てもそのまま食べてみて。はい、ニンニクのパンチが効いてね、しっかり味がついてて美味しいです。はい、じゃあ飲みましょう。はい、